はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、僕が以前からお世話になっている栃木の食肉研究所さんというお店で1周年のねイベントをやるということで、ぜひねちょっと撮影に行かせてくれないかとお願いしたところですね、お店の方で販売している和牛油まぜそば、こちらのメニューをですね超特大サイズにお作りいただきまして、そちらのメニューをいただいてきました。で、ちょっと今回の動画がね、いつもと変わったような感じで作っておりまして、味の感想とかを少しずつね、こうナレーションとか入れて、今までよりも、まあ、どんなものかっていうのを分かりやすくね、ちょっと作ってみましたので、いつもと違った楽しみ方で動画をご視聴いただければと思います。それでは本編へどうぞ。いただきます。混ぜずに。醤油の尖りが残った味わいをベースに和風のね魚粉等のトッピングがもうめちゃめちゃ合うんですよ。麺も製麺所さんにお願いしてうどん粉を練り込んだ特製麺になっておりまして、製麺する際もきしめんに使うような超極太の刃を使っているので、他店では味わえないようなここだけの特製麺に仕上がっております。混ぜそばなんで全部混ぜます。またこれが全て具材を混ぜ合わせると一味も二味も変わります。まず牛肉がしぐれ煮のような甘辛い味付けになってまして、それが混ざることでね、もともと尖りのあった醤油がまろやかな味わいに変化して、またそこにねフライドガーリックや魚粉が合わさることで香ばしさも足されて、まろやかだけじゃなくて香りにしっかりとアクセントがあるいい味わいに変化いたします。いやー、これはねめちゃくちゃ癖になりますよ。これ実は混ぜ合わせるごとに味がどん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 変わっていきまして、麺の熱でね牛の脂が溶け出すと最初よりもね甘みを感じて、これまた癖になる味わいでして、なかなか他のお店でも牛を使ったね混ぜそばって少ないんですけれども、このメニュー構成はね正直ずるいです。マヨネーズ、
こちらは通常メニューにもマヨネーズの味変がついてくるらしくて、正直牛ベースの味わいって動物臭さがなくて結構上品になりがちなんですけれども、マヨネーズを入れることによって一気にねジャンクさが増して、混ぜそばらしいねいい一杯に仕上がります。ぜひね皆さんもお試しください。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしょうか。まあこういった動画賛否両論あるかと思いますんで、ぜひね良かった悪かったなんていう意見をねコメント欄にいただけると幸いです。で今回いただいた和牛油まぜそばなんですけれども、こちらね通常販売もしておりまして、もちろん一人前ですまあ具材だったり麺だったり、なかなかね他店じゃ味わえないような特別なメニューになっておりますので、ぜひね気になった方はお店の方で食べてみてはいかがでしょうか。
で、こちらのお店がね、もともと焼肉屋さんがメインでして、遠方の方とかでも楽しめるように通販販売なんかも行っております。概要欄に公式ホームページの方を記載しておきますので、気になった方はね、そちらもぜひご確認ください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。